平野翔、ワイヤードミュージックフェスティバルで圧巻のパフォーマンス。バザー HK も絶賛。2024年熱狂の瞬間。2024年のワイヤードミュージックフェスティバルでの平野翔のパフォーマンスは、彼のファンにとって忘れられない瞬間となりました。このイベントは、名古屋の大舞台で開催され、数多くのアーティストが参加する中で、く君の存在感は群を抜いていました。 バザー HK のインスタグラムアカウントが彼のパフォーマンスをシェアした瞬間から、SNS 上では彼の姿を称賛するコメントであふれ返り、まさにフェスティバルのハイライトとなったのです。彼のステージは、さに一大スペクタクル。音楽とダンスが一体となり、観客を引き込む圧倒的な力強さが感じられました。観客の目の前で展開されたそのパフォーマンスは、まさに、生で見るべきものだったと語るファンも多く。 彼が発するエネルギーや気迫、そして完成されたダンスの一つ一つが、視覚的にも感覚的にも鮮烈な印象を与えたのです。翔くん自身も、SNS にシェアされた動画の中で、その強い存在感を示していました。このフェスティバルにおいて特に注目すべきは、彼のパフォーマンスだけでなく、それがいかに観客にとって個人的な体験となったかという点です。イベントの規模や他の出演者の影響を感じさせないほど、 翔くんのファンたちは彼の存在を中心に楽しんでいました。その証拠に、彼のファンは翔くんを間近に感じることができた幸運を SNS 上で語り合い、まるで彼と一緒にフェスティバルに参加しているかのような一体感が醸し出されていました。このような一体感は、単なるファンの反応にとどまらず、彼の音楽に対する情熱やパフォーマンスに対する献身にも起因しています。彼が使用したスピーカーや舞台での動き、 さらにはステージでの他のアーティストとの連携に至るまで全てが綿密に計算されたものであり観客に対して最高のパフォーマンスを提供するための努力が垣間見えました。これこそが翔くんのパフォーマンスがただのショーではなく一種の芸術として称賛される理由でもあります。また彼のパフォーマンスを通じて感じられるのは彼が一人のアーティストとして進化し続けているということです。 以前からダンスと歌唱のスキルに定評のあった彼ですが、このフェスティバルで見せた彼の動きや表現力は、それ以上の何かを観客に伝えていました。それは彼が長年培ってきた技術の集大成であり、同時に新たな挑戦を続ける彼の姿勢でもあります。特に、彼の身体の動き一つ一つが音楽に完全にシンクロしており、観客はその瞬間ごとに彼の感情や意図を感じ取ることができました。一方で このパフォーマンスを見て改めて感じたのは、彼の音楽に対する真摯な姿勢です。翔くんは常に新しい挑戦を続けており、彼のパフォーマンスはその挑戦の一環です。彼は単に歌うだけでなく、観客とのコミュニケーションを大切にし、舞台上での一瞬一瞬を大切にしています。その姿勢がファンに愛され続ける理由の一つでしょう。実際に、多くのファンが彼のステージを見て、 翔のダンスや歌がますまますすす洗練されていいるとと感じたと言いますこのような背景から、翔くんの音楽に対する姿勢は、彼がこれからも一流のエンターテイナーとして進化し続けることを予感させます。音楽の世界は常に変化し続けていますが、彼のように常に自己改革を続け、より良いものを提供しようとするアーティストは、その変化に柔軟に対応し、さらなる高みへと上り続けることができるでしょう。 ワイヤードミュージックフェスティバルでのパフォーマンスは、その証であり、これからの彼のキャリアにも大きな期待が寄せられています。フェスティバル後、SNS では彼のパフォーマンスについてのコメントが飛び交い、その影響力の大きさが改めて証明されました。彼のダンスや歌がファンを魅了し、そのエネルギーは観客全体に伝わりました。翔君の気迫が伝わってくると語るファンも多く、彼の音楽がただのエンターテイメントではなく、 感動を与えるものであることが強く認識されたのです。このような瞬間こそ、アーティストが観客と共鳴し、一つになる瞬間であり、その経験がファンにとっても特別なものとなるのでしょう。このイベントは、将軍のファンにとっても、音楽ファンにとっても、忘れられないものとなりました。彼のパフォーマンスは、これまで以上に洗練され、深い感動を与えるものでした。これからも、 彼がどのような新しい挑戦をし、どのように進化していくのか、ファンは期待を寄せ続けることでしょう。そして、その期待に応えるべく、彼はこれからも音楽と向き合い続けるのです。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルで見せた彼の情熱は、その一歩に過ぎません。翔くんのワイヤード・ミュージック・フェスティバルでのパフォーマンスが、なぜこれほどまでに多くの人々を魅了したのかを考えると、いくつかの要素が浮かび上がります。 まず第一に彼のアーティストとしての独自性です。翔くんは従来のアイドルやアーティストの枠を超えた存在であり、音楽とダンスを通じて感情や物語を表現する能力に長けています。彼のパフォーマンスを目の当たりにしたファンたちは、ただ音楽を聴いて楽しむだけでなく、彼の内面に触れるかのような深い共感を覚えるのです。そして、この共感の源には彼自身の誠実さと献身があります。 翔くんは、ただのパフォーマンスをするのではなく、常に自分の限界を超え、新しい領域へと挑戦し続けています。それがどんなに難しいものであろうと、彼は観客に最高のものを見せようとする姿勢を崩しません。ワイヤードミュージックフェスティバルでのパフォーマンスもその一例であり、彼がこれまで以上にエネルギッシュでダイナミックなステージを展開することで、観客を魅了したのです。特に、彼の表情や身振り、 ダンスの一つ一つに込められた感情は、ファンだけでなく、音楽業界全体に対しても強いインパクトを与えました。彼のスキルが進化していることはもちろんですが、その背後にある彼の努力と情熱も見逃すことはできません。翔くんは、舞台裏での練習や準備を一切怠らず、常に完璧を追求しています。このようなプロフェッショナリズムが、彼のパフォーマンスをさらに際立たせているのです。 観客が彼に期待する以上のものを提供することで、彼は常にファンを驚かせ続けています。この姿勢は、現在の音楽業界においても非常に重要なポイントです。多くのアーティストが瞬間的な成功を求める中で、翔くんのように長期的な視野で自己研鑽を続けるアーティストは少なくなっています。しかし彼は、そのような流れに逆らい、時間をかけて自分自身を磨き続けています。 彼のファンはその姿勢に共感し、彼を支え続けているのです。また、ワイヤードミュージックフェスティバルでのパフォーマンスにおいては、彼が他のアーティストとのコラボレーションを通じて新しい表現の可能性を探求していることも注目されました。特に、彼と同じく出演したアーティストたちとの共演は、彼の多様性と柔軟性を際立たせるものでした。彼が他のアーティストとともに新しいリズムやスタイルを取り入れることで、 彼自身の音楽にさらなるる深みがが加わわっていることがわかりますこのような挑戦を続けることで彼の音楽はますます進化しファンを魅了し続けるのですそして彼が音楽だけでなくファンとのつながりを非常に大切にしていることも彼の成功の大きな要因です SNS 上でファンが彼のパフォーマンスに対する感謝の言葉や感動を共有し合う姿は単なるアイドルファンという枠を超えたものとなっています 翔くんは、ファンとの距離を縮め、彼らの声に耳を傾け続けることで、常に新しいインスピレーションを得ています。その姿勢が、彼をさらに成長させているのです。フェスティバル後、彼が SNS でシェアされた動画や写真に対して寄せられたコメントの数々は、彼がどれだけ多くの人々に影響を与えたかを如実に物語っています。ファンたちは、彼のパフォーマンスを見て、 自分たちもステージに立っているかのような興奮を感じたと語り、彼の歌声やダンス、さらにはその存在感までもが、彼らの日常に彩りを与えていることを強調しています。これこそ、アーティストとしてのショく君が持つ力であり、彼のパフォーマンスがただの、ショーではなく、一つの、体験であることを示しています。このようにして、彼はただのエンターテイナーにとどまらず、ファンにとってのインスピレーションの源となっているのです。 彼のパフォーマンスを見た後、多くのファンが自分の生活に新たな意義や目的を見いだすことができたといいます。これは、翔くんが単に楽曲を届けるだけでなく、その音楽を通じて人々にポジティブなメッセージやエネルギーを伝えていることを意味しています。今後も彼のキャリアは、さらなる飛躍を遂げることでしょう。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルで見せたような情熱とプロフェッショナリズムを持ち続ける限り、 彼はこれからも多くの人々を魅了し続けることは間違いありません。そして、その進化は、彼自身だけでなく、音楽業界全体に新しい風を吹き込むことでしょう。翔くんの未来に対する期待はますます高まり、彼がどのように新しい挑戦に取り組んでいくのか、ファンはこれからも見守り続けることでしょう。